ハレや,やんなっけなそだしだそうタイトルが思い出せないわあのハの考察機 y ー u t とよくしゃべる脚本家のやつうだっけな無限マヤかした。 すで中野湊です。無限毎歌詞とは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわち毎歌詞を無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。おーすえー、自律神経についてどう考えてますか自律神経。うん。私はサウナに入る出た。えー、そっち側の人間でしたわ。自律神経については、まあ、身近ですよ。え、問題ないってこと俺がはい。 いや、まあ、自律神経は、はい、あの、サウナのおかげで、整,ってる整いよりかもな。なるほど、なるほど。っていう。まあ、気分は大丈夫というか。まあまあ、割と、まあ、もしかしたらね、異常が正常になってるってい可能性はあるけど、にまあ、逆に、戦闘状態みたいなね。サウナに入ることで、うん、正常になった感覚があるということは、うん、乱れてるなっていう気持ちになるときはある、うんうん。乱れてるなってどういうときに思います 自律神経の乱れまあやっぱりなんかその、寝てないとか、ああ。なんか、特時とかに。それはでも、理由じゃないですか。ああ、理由とかね。とか、眠いなとか。ああ、なるほどね。その現象として、はいはいはい。どういう時に乱れてるなって思います。感覚とか。そうだななんか、異様に冷たいなとか。体がそう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 。ああ、手足のひれとか。そう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 。はい、そうそうそう。あとはなんかこう、味覚とかは 美味しくないとかないですか？あああの極限までいくとね、うん、でも俺はなんかそのやっぱ徹夜がすべて悪いっていう感じ原因が明確だからそう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 ,そうなるほどなるほどっていうのはあるななるほどっていう感じかもしれないですねやっぱね、うん、でもなんかさすが管理されてるんだなって思ったそのそうですか。 自律神経にあんまり問題を抱えてなさそうな人だなって思った。その原因が、基本的にはその不眠状態そうね。が、寝れない時ってありますああ、だから、寝れない時も、はい、ある意味ね、あの、理由がわかる感じがある。ああ、その仕事で忙しくて眠れないじゃなくて、布団に入ってるのに眠れない時とかって。あ、そうそう、そういう時も、理由は、お昼寝しすぎたなとか。子供じゃん <laughs> <laughs> 子供みたいな理由とかね。<ー>あと、あの、直前まで仕事してて。はいはいはい、覚醒してる状態ね。そう,そうそうそう。とか。ちょっと布団入るの早かったなってことですよね。あ、そうそうそう。そういうのとかは。何日もあんまうまく眠れないなってことはないですかあそれはあんまり。じゃあやっぱ健康だな。まあ,まあ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 。あの、気を使ってると、思いたいね、うん。いや、できてる。やっぱ素晴らしいな。やっぱこの仕事、脚本家って、うん、結構体力勝負なんですよ。 なるほどね。割と、本当にあの、だって、俺が止まると、すべてが止まるし、うん。みんなね、アドリブでやんなきゃいけないからね。<laughs> そうそうそう。止まるし、うん、あとなんかあの、一定の、特にテレビとかだと、はい、一定のペースでずっと書き続けるっていうのが大事になるから、僕あの、脚本家になるために一番必要なもの何ですかって言われたら、体力。健康的な体って。マジでさ、身も蓋もないよな。いや、でも本当そうだと思う。全仕事そうらしいじゃん、どうやら。<laughs> <laughs> まあ、究極ね。全員言うんだもん。作家になりたい人も、なんか、そう言われたっていうし。うん、まあ、ない人もそうだし。うんまあ で、これポイントね、体力ってとこね。なんか、たまにね、筋肉っていう人いるんだけど。あそれは嘘っぽくないそう、筋肉は違う。筋肉ってなんか事故が肥大化していくから。確かに確かに。なんか作品に影響していくんだよね。確かにね。うん、でもなんか体力はちょっと違うから。まあ持続力っていうか。そう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 。持久力とも言うかもね。なるほどね。うん。それがその執筆体力っていう意味だけじゃなくて、それが結構身体にもつながってますってって話ですよね。そう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 。だから体調管理。 体調管理ですよ。自己管理。そうそう,そうそうそう。原因が分かってるのがさすがですわ。ああ、そうですか。うん。いや、最近、なんでこんな話してるかっていうと。何ですか。もう自律神経が全てだなと。<笑><笑>そうそうですか。もう、この残りの人生で何が欲しいですかって言われたら、ははいはい、もう大金とかじゃなくて、 大金とか何々とかって並列で言いたかったけど、大金しか思いつかなかったのがすごく恥ずかしいんですけど。<laughs> なんだ例えばなんだ <laughs> まだ大金とか権力とか <laughs> ああ、うん、権力も恥ずかしいけど。<laughs> 恥ずかしい。<laughs> すごい真相心理出ちゃってる。そうね <laughs> で。でも、別に欲しくない。あ、そうです自律神経が欲しい。はあ、正常な、あの、安定した自律神経が欲しいと思うようになって。はあ、なんかね、まあ、高野さんはもう僕の生態を知ってると思う。 ですけど、はい、聞いてる方はもうにわかには信じられないと思うんですけど、はい、あの、まともに活動できる期間が1年間の中で、僕はまあ8ヶ月ぐらいしかないんですよね。<laughs> そうらしいです。そうなんですよ。えっと、4、5、6、7、8、9、10、11ぐらいかな。で、12 <laughs>、12、1二3はもう捨ての月なんで、<laughs> <と>今、まあす、もう捨ての月ど真ん中なんですけどまさに捨ててるんですね。で、まあどういう状態かっていうと、 ま、基本的に忙しいです。はい。毎日仕事はあると思ってます。はい、ただ、締め切りは全部守れないし、<laughs> あの、起きようと思ってた時間に起きれるわけがないし、はい、で、今日も、あの、2個予定があったんですけど、うん、2>, 2個キャンセルしました。あ、そうだったのはい。<laughs> 動けなくて。<laughs> 動けた <laughs> マジかよ。そうなんですよまずそんなかそう。で、結構行かなきゃいけないやつだったんですけど、うん、1>, 1個はずらして、1個は、あの、後で資料でくださいっていう言い方をしました。ああ、っていうぐらいの形で。ではい。で、10時間ぐらい寝てるんですけど、今日は。い。元気は元気なんですけど。あまあ、確かにね、今話してる感じは元気うん。それは寝起きだからなんですよね。<ー>っていう。寝起きだからなんです。<laughs> っていうのがあって。はい。で、 なんかその、天候とかと体調っていうのが、うまくシンクロしすぎてるっていうところがあって。そうですね。これあの、諸説あるけど、うん、最近やっと、ちゃんと関係あるよっていう人が増えてきたね。うん、そうですよね。うん で、なんか、陶器打つっていうやつらしいんですよ、普通に。<ー>冬の打つ。うん、で、まあ別に、ドーンって入るうつ病っていう感じじゃなくて、うんうん、まあなんか、いや、冬だからそりゃいっぱい寝るよねっていう、なんか冬の仮眠みたいなやつもあって、うん、まあなんかそれちゃんと、あの、相談して、処方してもらってとかもまああるんですけど、はいはいはい。なんかね、それだけじゃなくて、なんか俺だけがおかしいのかなって思う時もあって、あ,<ー>あの、電車の中ってめっちゃ暑くないですか ああ。電車移動ができないんですよ、まあ、冬。あ、そういうレベルでまず、そう。まあ、暑いとは思うけど、そんなレベルうん,うん。と歩くときに、まあ、アウターを羽織りますよね。うん。ダウンとかコートとか羽織って、マフラーつけてとか、手袋つけてとか。うん、で、その状態で、まず地下に入った瞬間に、それこそ本当サウナ入ったぐらい、ブワーって汗だくるになっちゃうんですよ。そうなんだよ、これ。はい。だから、我々姿出してないから、そう。見えないと思うんだけど、うん、俺、やっぱ、大島さんが、はい。 異常だなと思うところ、そこで、服装がめちゃくちゃなのよ。なんか、あの、まずさ、激寒の日に、それこそ、これさ、そのさ、あの、撮る場所とかに行くじゃん。いろんなとこだよ。その、こう、会議室のとこもあるし、まずさ、まあ、寒い日、めちゃくちゃ厚着じゃないそれはわかるよ。外で。で、入った瞬間に、半袖になるのよ。 そう。半袖まで行くみたいな。で、俺は、その時、普通に肌寒いのよ。肌寒いから上着は脱ぐけど、別に長袖ってなるんだけど、大島さん、半袖なのね。半袖で別に暖房もつけてなかったりするの。で、つけた瞬間にもう激圧みたいな感じだし。で、あと大島さんって結構、俺が部屋に入った時に、 気温を気にしてくれんのね。ああ、そう。僕の、その、仕事部屋に高野さんが来るものが、そうそうそう。最近多いから。そうそうそう。今暑いですかとか、今寒くないですかって言うんだけど、俺、それが、俺に会ってたこと一回もないの。お怖いでしょ俺が怖いんだもんえ、俺が寒いですかって聞いた時は、別に寒くないし、どっちかといえば暑いし、俺が暑いですかって聞いた時には、どっちでもないし、どちらかといえば寒いし、みたいなことですかみたいなこと。ううん。 だから、だから俺、たぶん一回も、あの、うん、多分基本大丈夫ですって言ってると思うんだけど、それは、な、なんでそんなこと言うんだろうっていう感じなのよ。質問が間違ってるというかね。そうそうそう。だから、あなたの感じてる温度と、うん、常人というか、俺が感じてる温度は、たぶ、うん多分、まるっきり違うと思う。そうなんだよね。うん。だから、 そうなんですよ。で、うん、その、部屋に入った瞬間にバーって半袖になるっていうのは、うん、あの、常にそうで、そうなんだ絶対、こう、服の一番下は、その、外に出れる格好の半袖 T シャツ。<ー>下着とかじゃない半袖の T シャツを一番下には一応絶対着てるし、うん、それはどんなに暑くなってもいいようにっていうことなんですけど、大体、うん、いいその室内に入った瞬間って、ほんとにサウナ入った瞬間だとするなら、 例えばダウン着た状態でサウナ入った瞬間って、もう汗かき始めるから、その瞬間にもう全部脱ぎたいですよね。まあそういうことだね。それと同じことが起こってて、で、一旦脱げるところまでバーって脱いで、まあ下はなかなかズボン脱ぐってやっぱちょっと所作としてあんまないから、なんか靴下脱ぐもやっぱちょっと変じゃないですか。上をいけるところまで脱ぐっていう。で、恐ろしいもんで、 もう、ものの20分くらいするとすぐ寒くなりますね、そのね。当然。ああ、そういうのもある、ね、だから、その瞬間、そのタイムラグのロスタイムの部分で、ちょっとでも汗かいたら、寒さに影響してくるっていう、ね。はい,はいはいはい。だから、汗を一滴もかきたくないんですけど、ブワーってもうその時点でかき始めてるから、脱ぎたい。<laughs> で、電車の駅のに入った瞬間にもうめっちゃ暑いし、<ぁ>ホームに入ったらもっと暑いし、<ぁ>で、電車の、えー、電車の本体の中に入ったらもっと暑いんで、 その段階があるのがすごい無理で。えその変化しないでほしいっていうか。はあ。できることなら一箇所に一個の気温のままずっといたい。はあ。のに、なんで駅に入った瞬間にまず温度差があるんだよ。で、ホーム入ったらなんでより暑いんだよ。電車入ったらなんでもっと暑いんだよ。どんどん暑くしないでよっていう。まああの、なんか、それは、うん、あの、割とあるあるではあると思うが、はい、あなたにとってはさ、もう結界みたいに見えるんでしょ、もう本当に。そう。これ以上行けないっていう。 <の><の>乗らない時はありますもん。そのレベルはすごいよ。そうなんですよ。<し>だから移動もできなくなっちゃうんですよ、冬は。あ、そういうことタクシーしか乗れないとほかタクシーしか乗れない。で、最近あの、電動のチャリのシェアのやつ、シェアサイクルある。あ,あ,あれ結構近いっていうか、まあ、電車で20分ぐらいのところだったら、 同じ速さぐらいで行けるんですよああ、なるほどね。都内だったらね。で、あれは気温の変化が1回なので、外出て寒のまま、寒ーで20分走って、うん、で、その建物に着いたら入ればいいだけなので、はい、変化、まあ2、2ですね。<ぁ>電車は乗り換えがあった場合、12とかになるんですよね、その変化が。なるほどね。それがやばすぎて、夏より汗かけます、多分冬。 へそれは自律神経が多分行かれてるんだろうなとは思うんですけどいやこれが不思議なもんでさ、はい、俺まあ行かれてるなとは思ってたんだけど、はい、自律神経のいかれを割とその解消する方法の大きいものでさ筋トレってあるんだよねはい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 あなたさ割と筋肉あるんだよね、うん、筋トレね趣味です普通に俺そ,俺それ聞いて衝撃だったんだよね俺そうなんですよえ 筋トレしてる人で自律神経こんなガッチャガチャな人いるんだっていうしかもなんか不思議なことにさ、はい、そのまあ筋トレを、うん、そのボディービルダーって意外と寒がりっていう話あるじゃない、うん、風邪ひきやすいとかねそうそうでもそれって体脂肪率がめちゃくちゃ低いからっていうのでしょ、はいはい、それとも違うじゃん違います ねえ。はい、別にそんなに下ロクソ絞ってるとかっていうわけで、ね。意外とね、ガリガリでもないんですよ。そう、ガリガリじゃないのよ。そうそう,そう,そ,うそう。ちゃんとしてんの、がっしりしてんのよ。飯食うしね、普通に。そう,そうそうそう。で、別に、そのなんか食事制限レベルの、その体脂肪率キープとかは、やってない人だから、うん、多分、その、考えられる自律神経、あれなら、こういうことをやった方がいいよの、めちゃくちゃでかくてハードルが高いことはやってるはずなのよ。全部やってる。 やってんのに。全部やりました。あ、大丈夫ですよ。コメントしなくて大丈夫ですよ。全部やってるから。そう、もう、もはやね、あの、なんか最終的にもう、自律神経直しゴッドハンドみたいな。そう。なんか外部刺激とかしか。そうなの。一回エリアにさらわれるとかね。そう全部入れ替えてもらうとかね。そう。そういうことになってくるんですよね。で、怖いのが、上半身はガーって汗かいてても、もう足先は冷えてるんですよね、常に。マジで別の体なんじゃないかなっていうぐらいで。 真っ短じゃないんだ。え、手、手とかはあったから手はめっちゃ熱い。今、今もそうでしょ体上半身はポカポカしてるんですけど、足は冷えてるんで、基本でもこれデフォルトです。足の先まで熱いことは基本的にないんですけど。えぇ、ー、え、これはね、もうね、わかんないんですよ。だからもう自律神経をくれれば、正常な自律神経をもらえるんであれば、僕はもう他何でもいらないっていうか。<laughs> <laughs> これはね、どうしたもんかいのっていうことで。いやそうだよね。うん、だもうライフハックとしては、一旦、 まあ季節で区切って諦めるっていうのは思いついて、それができる仕事だからいいなっていうのはあるんですけどね。ねそうね。うん。だから3月まではもう冬眠っていう風に、もう仕事先にはもう徹底的に宣言してますから、なるほど。ラジオ局しか多分行かないんですけど、同じ気持ちになってくれる人いたら嬉しいなってぐらい。試しにさ、はい、聞いてみたいんだけどさ、はい、いつからこれがね、厳密には結構難しいんですけど、うん、部分的な症状は、うん、もう、 中学時代ぐらいからあった気がする。ああ、そう。ただ、冷えとかが出てきたのは、部活やめてからですね。ああ、部活やってた時は大丈夫部活、冒頭部で、極寒で、国書の中で、えー、炎天下でもやんなきゃいけないし、雨の中でもやんなきゃいけないから、<ー>逆にその時は結構整ってた気がするんですよね。なるほどね。うん。で、それやめてからだから、高校3年生の時ぐらい、まあでも、受験終わってからぐらいかな。ああ<ー>。19ぐらい。 とか,かないらいから、うん、で、あの、学校に着いた瞬間にめっちゃ汗だくなんですけど、みたいなのはあって、<ー>その時にみんなどうしてんのとは正直思ってた。<laughs> みんなこうじゃないのってそう。別に走ってギリギリで、遅刻ギリギリで着いたからとかじゃなくて、普通にあの、駅から学校まで徒歩7分ぐらいあるんですけど、はいはい、普通に徒歩7分歩いてるだけで暑くないっていう<ー>それ。学校の教室着いた瞬間、汗だくになんないのっていう、夏はみんな汗だくだけど、 真夏以外みんな汗かいてなくて、えっていう感じでした。一回トイレ行って全部拭くみたいなこととかは物心ついてからはやってた気はするけど。本当うん。マジうん。物心ついてからやってたのまあ、えとか中2とかぐらいですかね。思春期ぐらいのタイミングで自分の汗嫌だなっていう感覚になってやってましたけど。それはだいぶ筋金入りだな。そうなんですよね。 ちょっともう体質レベルかもしれないよね、うん。だからといってなんか多感症とかそういうわけでもないからややこしいんですよね。そうだね。冷え症でもあるっていうのがややこしいところで。<ー>これ全部兼ね備えてる。同じ体質の人ら、人がいたらぜひ教えてほしいなっていうだけなんですけど。<笑><笑>いやー、でもまあ上手に付き合ってかなきゃいけないんだろうね。うん、そうなんですよね。なんかいや、見ててもさ、なんかさ、うん どうしようもないんだろうなっていう感じが。っていう部分が多すぎて。でもまあその部活やってた時はもうん、ましだったっていうのは。なんかね、それもメンタルと多分連動してる気がしてて。ああ<ー>。なんか体が心と一緒にギンギンになってるみたいな。はあ<ー>。なんかギンギンか疲労しかないから部活やってる時って。なるほどねで。疲労してる時ってなんかもう、 あんまり、なんていうのかな、交換神経完全オフみたいな。はいはいはい。完全副交換神経状態なので、汗とかもそこまでバキバキにはかきませんでしみたいな体になってる時は、あんまかかなかった気もするんですよね。へー。で、逆に部活始まっちゃえば、 もう、ジャージに着替えてるから、うん、汗かき放題みたいな。うん、部活中に汗かいてることは何も恥ずかしくないみたいな。なるほどね。でも普通の服着て電車乗ってる状態での汗だくって、やっぱちょっと気が引けるから、うん、あー気が引けるからよりかくみたいなことがエスカレートしてるような気もするんですよね。はぁ。じゃあ、スポーツマンになるまあ。<laughs> <laughs> スポーツを職業にしない限り無理だけど、ね。<laughs> いや<ー>、僕の時間疲労してることになるから。いや、でもね、うんまあ、そういうこともあるんじゃない走る。まあね。バイク、そのね、シェア電動自転車を走るに変える、はい。まあ、そうね。めちゃめちゃ走る。 を春になったらやってみるっていうのはまああるかもしれないですね。ねでもなんか走るのってね、うん、めんどくさいんだよね。まあ嫌いじゃないですけどね。あ、そうなんだ。嫌いじゃないんだけど、まあそんなに、なんつうのかな。え<へー> <laughs> いやなんかさ、こないだそのパリ行った時にさ、あ<ー>結構市街地のど真ん中とかでもさ、そのザ・ランナーですみたいな格好をして走ってる人が結構いるんですよ。あー 東京だとあんまりその銀座とか丸の内とかではあんま見なくないですかはいはいはい。原宿とかではあんま見なくないですかはいはいはい。その郊外とか、なんかその、代々木公園とかだったら見るけど、なんかど真んか走ってるんですよ。はいはいはい。いや、すごいなと思って。すごいよね。なんかやっぱその走ってる時に生活してる人とすれ違うの俺結構なんか。ああ、めっちゃわかる。ね、ゾワッとして。その時に、いや、ドヤ顔で走ってますよ、の顔できるが、なんか、まだできないんですよね。 ちゃわかる。あと俺、ね、あの、後ろから走ってくるランナーの人怖いんだよね。<laughs> 怖い。なんかあの、怖い。だって、どう考えても人間が、あの、普段やるスピードじゃないスピードで迫ってくる<う><配>馬みたいな気配。そう,そうそう。だからそれで、ふっ,って振り向いちゃうの。そう。で、俺がその対象になるんだっていうのが耐えられないの。うん、そう。 うん、いやー、あるよね。ある。だからってこう、真夜中のあんまり人がいなそうなタイミングで走んなきゃいけないかっていうとさ、それはそれで夜道で一人で歩いてるさ、せやね。ね、おばあさんとか若い女の人とかのさ、うん、後ろで走り抜けていくの絶対嫌だしって思う。うん、そ,うそ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 う。いや、そうなのよ。ねこれ。考えること多いんだよね。考えること多いね。ねってなると、やっぱ自宅で一人で黙々と、ただ筋トレするっていうことになってくるっていはいはいはい。それは今のところ効果あんまなさそうですね。 いや、これでも、あの、これ謎解けたら、大発見じゃないうん。なんか、なんならさ、もうさ、うん、病名すらついててほしいというか。確かにね、解明してほしいですね。うん、ね。なんとか症候群。ね、別にね、薬で治るんだったらそれが一番いいじゃないそうね。うん。だから、処方されて漢方とかもめちゃめちゃ飲んでますからね。そう、そうなんだ。うん。 漢方も飲んでて、それなんだ。それもめちゃめちゃじゃないですからね。その薬に頼りすぎてて体質おかしくなっちゃうんじゃないののレベルじゃなくて、うん、いや、このぐらいに減らしますの相談も毎月ちゃんとやっての今ですから、陽明書も飲んでますしね。 いや、それなんだよね。何が怖いってさ、うん、努力してそれってさ、そう。すべてをやめた時も死ぬんじゃないそうなんですよ。意外に不節制じゃないっていう。<laughs> そうなんだよね。そうなんですよね。だからもう最終的にこれはもう、うん、こ,のここ譲んなきゃいけないとしたらもう生きていくのしんどいなって部分なんですけど、はい、まあ、昼夜逆転本当にダメなんじゃないのっていう説は、まあ、濃厚になってきますね。まあ、そこだよね。うん。究極そこだとも,もう。朝6時ぐらいに寝てますから、そっか。 それだね。それが、えそれ直せば全部治るんだったら、でも直すかもとは思うけど。<れ>仕事ができなくなるんだよな、一個も。まだあれ、あ誰一回やってみるかっていう。やってみようかな。一回、だから、それやって、うん。あ、だから、それやって治りましたがいたらもう最高。まあね。うん。確かにな。でもさ、教えてほしい。どうしてもさ、やっぱさ、夜行性の人間っているじゃないうん。うん、私も結構夜行性だけど。そうね。 あの、どんどん夜行性に近づいていってる。ね。だからまあ、超早起きになれば逆に大丈夫なんだけどね。その、ああ人が起きてない時間に起きてたいだけなんで。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう。連絡が来ない。ああ。で、新情報がない時間。あ,あ国内ニュースの新情報がなくて、連絡が来ない時間に、ガッと集中して何かをしないと、集中力ないからだ。ADHD 傾向というのがまた、一個乗っかってくるんですけど。ああそうか。そこも変わらんでくるのか。そうなんですよね。 みんなが起きてる時間なんて到底何も一つも仕事できないですごく、僕。たぶん。ああ、情報がいっぱい入ってきて。うん、通知、あの、スマホの何かの通知をオンにしてる人とか信じられない。あ<ー>あ<ー>、俺もオフにしてんな、基本、うん。確かに、この情報ジャンキーってあるから。そうね。あとはね、やっぱね、山に行くだよ。なん <laughs> だそれはうん。えいや、俺、やるよ。山に行くあの、山のサウナに行くの。ああ<ー>。山のサウナに行くと、お もうね、あのね、反強制で、まあ Wi-Fi 最近はあるけど、反強制で県外だったりするんだよ。まあね、確かにね。で、そういうところに行くと、もうね、スマホ持ってるのが損って気持ちになるの。だんだん。わかりますよ、ちょっとは。うん、で、それで、一、うん、泊とかじゃないの。うん、最低3。わかりますよ、ちょっとそれは。うん、<ー>それは海外旅行でさえ感じる。ああ、そうそうそう。だから海外旅行の時どうだったのそれは。は、いいんだけど、うん、だ日本語が聞こえないがまず最高でしたね。 ああ、なるほど。うん。ストレスフリー。ああ<ー>。だけど、やっぱちょっと半分仕事で行ったっていうか、<ー>その、まあ、なんか、作品をこう撮影するために行ったんですよ、一部。ああ、そうね。それで、なんか限られた時間を使わなきゃな、がやっぱちょっとあったんで、行くなら完全無目的で行かないとなとは思います。なん。なんか、ーダーかとか一切気にせず。<laughs> まあ、でも,も結局 Vlog とか回しちゃってたからさ。いや、これさ、はい。逆説だよ。おお<う>。体がね、うん。休ませようとしてんだよ。うん。 その、休まざるを得ないって思ってるでしょ自分は投球打つだからって。そうね。そうじゃなくて、普段頑張りすぎてるツケが回って、うん、本来休まなきゃいけない時に休んでないから、なるほど体を強制的にオフにするという、防衛本能であるという。なるほど、なるほど。逆説あるかもなって今聞いてて思ってなるほど。だってそういうことでもないと休まないじゃん、あなた。まあね。なんか、その、 頑張って休むってことはあんましない人だと俺思っててさ、その。そうね。まあだから仕事が楽しいからっていうのはあるんですよ、ね。もちろんね、それあるよね。うん。そう。好きなものを見て書いて喋るのが仕事に全部なっちゃってるから。うん、はいはいはい。完全プライベートの時間っていうのはゼロですから、ほぼ。でしょうん。いや。トイレ、トイレいる時間だってね、ラジオとか聞いてますから。いや、俺さ、その、うん、あの、知り合いでいる。はい。 本当に仕事しか興味ないですっていう人。やばいよね。似てるよ。やばいよね。なんかね、あのね、そういう人ほど、さっき言ってたように、なんかぶっちぎったりとか、締め切り伸ばしたりとかになるのよ。それって多分、ぎゅうぎゅうに詰めてるからなんだよね。そうなのかなで、多分。やばいよね。いろいろやばいよね。多分ね。そう、だからもう俺はもう、幸いにもサウナって趣味もあるし、あの、 無理して休むっていうか、休みも感情に入れるというか、そうね。なんかそこまでしないして、うん、俺もうちょっとなんかその脚本って結構その、うん、なんていうのかな、クリエイティブじゃないっていうか、はい、その、自分の経験とかがそのままその、生かされたりとか、あと、休むのも仕事みたいなところがあったり、休まないで潰れてった人がマジでいっぱいいるから。それが怖いのよ。 そう,そうそうそう。そうね、でもあなたの仕事って結構休まないで行けちゃう人多い気がしますね。そうなんですよね。休みだけは休みはいいしっていうのがあるから。そうそうそう,そう。ま、休みだけは断りはいいしっていうのがあるから。だからね、難しいですね。まあでも,もしかしたらこれから、うん、あの、 やべえ、休まなきゃっていうくらい体がガタガタになるかもしれないからそうね。なんか今年はね、もうね、春になってもね、ちょっとちゃんと休もうと思ってて。ああ、でもそれいいよ、ほん,、ま、んまもう働かなくていいんじゃないかな、今年って思ってるぐらい。でもそれね、課題にしていこう。うん。うん。31歳の目標は、休み方を覚えるっていうことで。え、宮崎駿とかってさ、うん、映画作ってない時何してんのえ、でも書いてんでしょ。アイディア あの人だって、<画>あの、同じサイクルで生きてるでしょ毎日同じ弁当を食べるっていうし。そっか。うん。あれでは終わったらちゃんと帰るんでしたっけそうそうそう。終わったらちゃんと帰るし、あと<ー>多分なんかは書いてるんだよ。あ<ー>でも、だからそういうサイクルは生まれてるっけと思うし。し規則正しい生活はしてるんですね、多分ね。でも俺ね、規則正しい生活を俺らの年でしてたとは思ってない。 だよね。どこですればいいんだろうな。どっかでするんでしょうね、多分ね。でもやっぱね、無茶になった時だと思うよ。俺ね、今来た。ああ。ちょうど。え、規則正しくなりましたいや、なってないの。なってないの。しないと、どうにもならないってなってきた。なるほど。あの、え、それは何体が追いつかないえっとね、もうね、徹夜できなくなった。あ、徹夜できないは、もう、来てます、俺も。来てるよね。そう。そうやって、徐々に徐々に、 そういう生活にね、なんかね、近づいていくんだと思う。まあ確かにね。でもね、大事なのは、うん、多分ね、自覚した上で、うん、ちょっとずつでも、にじり寄っていくというか。うん、まあね。これで多分ね、無理した人がね、早死にするんだと思うんだよね。そうなんだよな。いよいよもうその段階に来てるなっていう気がするし、うん、まあちょっと謝らなきゃいけないのは、うん、こういう自熟さい話がこれから増えていっても、<laughs> 普通に聞いてねっていう、ね。<laughs> お願いします <laughs>。 ぐらいの時、そういう話聞くのマジつまんなかったか。いやー、そうだよなー。今思ったわー。<laughs> おじさん芸人のそういう話聞いてるラジオの回、好きじゃなかったなー。あー、やばいー。それに、形突っ込んでんなー。うーんだから学生時代はどうだったかの話も、常にするっていう。ようにすれば <laughs> なんとかな。あ、わり始めた。いや、なんかね、まあ、マジで本当に人と飲んでる時喋ってる時、うん、めちゃめちゃ健康な話を、 まさかの、俺からするようになっちゃってるっていうのが、<ー>ここ2、3年で、やべえやべえやべえって思うことで、やばいね。やばい。年上の先輩方にその話の相談しかしてないですもん。いやー、やっぱ、俺。仕事の相談なんかしたことないですもん。ちょっと、すげいつから腰きましたとか。 <laughs> そ,そろそろ、これは切り上げよう。ね。これはね、あの、切りないね。本当に話すときなくなったとき <laughs> 最初、自律神経の話だったけど。うん、自律神経、交感神経。まあ。っていうところの、うん。意識をするしかないなっていう話ですわ。でも、とにかく、なんか、でも、なんとなくね、原因はある気がしたよ。うん。多分、本当朝まで起きてると、あと、多分、働きすぎだよ。 そ,それ絶対あると思うな。意外とそうでもないんですけどね。でたまったものがね、うん、なんかねそこで出てるというか。 やんなきゃいけない、こう、頭の中のゥードゥみたいなのはちょっと多すぎるかもしれないですね。うん、いや、だからそれが、だから頭の中ではいけると思ってて、もう、体は悲鳴を上げてるってあるから、そうね。そっちだと思うけどな、俺とか結構さ、区切りが分かりやすいじゃん。あ、多分ね、大島さん区切りが分かりにくいんだと思う、仕事の。俺って区切り分かりやすくて、この作品、この作品みたいなのが何ヶ月とか何年とかだけど、ここ近年は特大のが続いてるから、終わると、 めっちゃくちゃになるよ、俺。あ、ちょっとだから、ダウンする時もありますよね。あ、なんなら俺、今はそれだよ。ああ。むちゃくちゃ。え、ロスみたいな感じですかいや、もうロスとかじゃなく単純に体調悪くなる。ああ。すっごい弱くなるし。はあはあはだって、去年、去年だって。それなんだよ、絶対それなんだよ。だって、去年だって、俺、じゃあ、ちょっと、とりあえず、正月休みじゃないけど、一応その現場は止まっちゃうから。なるほど。その、あ、一昨年しっあるか、正確に。その時正月休みに、 急に2、に、二個病気したもん。うわ。ドカーンってして。で、休みが終わった瞬間に、しっかりやってああ。あったな、そういえば。そう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 ,そう。そういえばあったな。あったでしょ。カンピロバクタとインフルエンザを連チャンでやって。いい名前の二つ。そう,そうそう、いい名前。で、その後、仕事が始まって、カロは、 ガーって頑張って。いや、それがあるんで、アドレナリンを出したくないんですよ、うん、僕。その、はいはいはい。で、部活やってた時は絶対アドレナリン出てるし、受験僕、受験大好きだったから、あ、そうかそう。受験の、もう本当にもう、はい、王になろうと思って、はい、まあ結果、王と言えるぐらいの成果を出したんですけど、はい。<laughs> そうだね。王と言っていいよ、あなたは。一科目受けなくても遠いあなたは王だよ。それがめちゃくちゃ楽しかったし。毎日もう本当ボクシングジムみたいな感じで予備校に通ってたんで。アドレナリンめっちゃ出てたんですけど、あの、受験が終わった瞬間に、花粉症になったんですよ。翌日から鼻水止まんなくなったんですよ。へそういうのは絶対あるんだけど。それだよ。でもアドレナリンもう俺出したくないんですよ。だからさ、俺らさ、単に、あの、ジャンキーなんだよ。 うん、脳内薬物中毒の副作用が出てるだけって。そうね。怖っ<い>だから、から解決策としては、うん、その、だから、えっと、同世代の芸人さんとかって、M1、うん、とか k ン n g ブコンととか R1 のために戦ってるから、うん、やっぱ体調みんないいんですよね。うん、ああ、そうか。でも、いや、俺はもう一生緊張したくないんで。そうだねそ。そうなってくると、緊張しないでアドレナリンを出すって、じゃあどうやるんだろうってなると、本当に自分次第になってきちゃうんで。そうね。いや、でもな。 なしで嫌なんだよな。緊張とかアドレナリンとかプレッシャーとか。いやだよ、俺も。なしで、それとトレードオフじゃなく健康になれる方法がなきゃ不健康だと思うんだよな、むしろ。<laughs> そうね。うん、なんかこう、いや、そのためにランニングとかあるって言うよね。確かにね。あれ気持ちよくその、快感物質出るっていう。そうね。ランナーズハイね。そうそう、ランナーズハイとかは、言うじゃない<ー>ボクシングとかするか。でそういう感じになって、俺、あれ、最近やってるのね、あのね、うん、えっと、 ニンテンドースイッチのフィットボクシングやってる。あちょっと古なんか昔ながらの。<laughs> いやいやいや、これがね、いいんですよ、フィットボクシング。最近。いずれ、そうですね。いずれ、いずれいずれ<笑><笑>まあでもちょっと、なんとなく俺も見えた気がするな、このね。本当薬脳内薬物だよ、これ。が出た方がいいの出ない方がいいのいや、出ないで、てかジャンキーにならないっていうか、上手に付き合っていくってことだと。なんかアルチュー状態なんだよ、我々。立たなきゃいけないんだ、情報を。 そうそう、情報た立ったり、なんかその、用法、両量を守るってやつはい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 。今多分酒飲みすぎみたいな。はい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 。うん、それは気持ちいいだろうけど休館日を作りましょうやって話。そう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 。そうね。上手に付き合うっていう。あの、ゆる言語学ラジオのさ、堀本さんとかは、いはいはい。なんか、インプット奴隷合宿へえ、やってるんですよね。で、なんか本をめちゃくちゃ持ってって、旅館かなんかに持ってって、ただ読んで。あ、やってるやってる、やってたやってたそうそうそう。それってなんかこう、多分、 デジタルをデトックスすれば相当効果あるんだろうなとは思う、ね。ああ、あると思う。なんかね、現実物語全何巻とかだけ持ってって、ああ、読むみたいな。こうことはやんなきゃいけないなとは思いますね。それはありだな。うん。そういうことするか。それは本気でやりたいなと思ってます。ああ、俺もなんかまん読まなきゃいけない資料とかあんだよな、うん。ワンシーズンに一回ぐらい。パソコン、スマホ禁止。うん。で、ワンピース読む、俺は。 ワンピース読もう。ドラゴンボール読む。そうそうそう。鬼滅の刃読む。でも逆にハマっちゃってすっげえアドレナリン出たりしてね、うん。あ、でもいいことじゃないですか。まあね、それはそれでね。うん、いや、引き続きよろしく <laughs> <laughs> ありがとうございました。<laughs> 急に唐突もいいよ。ジジもういいよ。もうええわって。ジジ,ジジイのさ。 <laughs> 急に立ち上がるおじいちゃんいるじゃないですか <laughs> そのダラダラ自販機の公 <laughs> 民館の自販機の前とかでダラダラ喋ってて <laughs> <ー>切れないから帰るわそんな感じそ,、ね、そんな感じでおじいちゃんですよ、はい、もうこれからどんどん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございました <laughs>